ますこんなもん。1番ね、それ。これ1番。あ、スイッチね。声大きいからね、マイクが入ってても入ってなかったもあんまり変わらなかったりするんだけど。今あのそれ何ネジ締めすぎて指痛なってこれギター行かれんかもしれんわとか言いながらね。こんばんは。ありがとうございます。皆さんの温かい拍手で僕らこのステージの上に立ってる人間はこうテンションが上がってねええ感じで弾けるかもしれないんで皆さんこんばんは。はじめましての方もたくさんいてますので一応自己紹介。私西成の神様という名前でやっておりますみたいな。あのちょっとね訳あってね本名を隠さなあかんような生い立ちがあってっていうわけでもないねんけどその通りやねんけどね。誰や泣いてんの金か。西成の神様という名前でやってます。よろしくお願いします。さてといつもはねバンドがおって、ボーカリストとしていつもやってるんですけど、今日はね、ちょっとギター弾いて歌ってみようかなみたいな感じなんですけど、皆さん恋愛とかされてますか？いきなりですけど。恋愛とかされてますか？巻き巻き山さん。大丈夫ですか？あ、恋愛してるんや、みたいな。今から歌う曲はね、あ、恋愛してるんや。恋愛の曲でね、ちょっと調べてみるとね、古い恋愛の曲なんですね。で、第一次世界大戦ぐらいの時の曲で、ロシア戦争とか、知ってる？ロシア戦争とかの時代の曲なんですけど、ね、僕はちょっと、その、ロシア、歌の中にロシアとか中国とか出てくるんですけど、僕ね、行ったことないのね。行ったことはないんですけども行ったことのないそのこの歌を歌うと風景がね映画のように頭の中でねこうパーッと見えるのね。ねえそんな時代にも恋愛はあってこうちょっと想像してもらえます。火の粉が降りてたり家燃えてたりそんな中でも手と手を握り合ってね僕らのひいおじいちゃんとかひいおばちゃんぐらいの時代にもそんな恋愛があったんやとか、もちろんあるわね。それがあったから、僕らもこう、脈々とね、命がこう、繋がって、今生きてるわけですけど、そんな古い、戦争の中での恋愛の曲で、フレディという曲を聴いてください。やろう。
い。あなたも年老いたらきっとあんな素敵なおじいさんになると思ってたの。本当に思ってたの。フレディでした。